5月12日、松浦武四郎記念館で武四郎講座、武四郎とその孫、孫太が行われました。武四郎講座は平成17年の市町村合併に伴い、松浦武四郎のことを広く市民に知ってもらうことを目的に始められ、今回で187回を迎えます。この日は45人が講座に参加しました。松浦武四郎記念館学芸員の瀬古志織さんが講師を務め、武四郎の孫である孫太と孫太の叔父である松浦駒蔵との書簡のやり取りから、孫太が武四郎の資料を守り伝えるために奔走した内容が紹介されました。武四郎の記録が学者たちの目に留まったきっかけとなった明治38年に行われた士団会での展示の様子や、武四郎の資料が皇族に閲覧された東京地学協会総会での展示の様子や資料の内容が説明されました。四分地の帳というものがあるんですけれども、こちらは四分地の屏風じゃないかなと思います。講座が終わると受講者たちは展示室に行き、講座で紹介された樺太の地図など武四郎の資料を見学していました。私はもうものすごく感激しました。孫田さんの系列をずっと見ていくと湯川さんまでたどるという、意外性がものすごく、まだまだわからないこともたくさんありますので、すごく調べがいのある新しい資料もたくさんありますので、これからもどんどん研究の方をしていって、また展示の方にも還元できたらなと思います。はい、松浦武四郎記念館では5月26日まで企画展を実施しています。ぜひお越しくださいね。